はいす、どうも、お久しぶりです。エネムでございます。近頃忙しくてですね、動画出すの久しぶりになっちゃったんですけど、僕は動画出してなかった間に出た情報をですね、今回はいろいろ語っていこうかなと思っています。まあ、そんな身構えなくて、雑談なんで適当に聞いてもらえればなと思います。はい。まずですね、石田水天ですね。はい。結局、名古屋、行けなかったの。うん。行きたかったんだけどね。新しいグッズ、新ビジュアルのグッズあったじゃないですか。あれね、めちゃくちゃ欲しくて、すげえ後悔したんですよね。もう忙しくて行けなくて。いろいろコロナとかもあってね、ちょっと行けないかなってなって、めちゃくちゃ欲しかったんだけどって思ってたら、まさかの次は大阪でね、やると。冬に。正直ね、大阪では、やらないと思ってたのよ。うん、割とさ、近い方じゃん。名古屋と大阪って。石田水天今年の2月から始まって、まあ関東は東京、で九州は福岡。だから関西圏は名古屋だけかと思ったんですよね。名古屋、愛知ってさ、関西圏だよね。まあ関西圏はもう名古屋かなと思って、ちょうど中間じゃないですか。東京、福岡、名古屋、この3つかなと思ったら、大阪でやるっていう、うん。まさか、まさかでしたね。でもね、よくよく考えてみれば、ちょっとね、思い出したことがあって、2年前に東京グール RE カフェあったじゃないですか。もう2年も経つんですね。今ちょっと、自分で言ってて思ったんですけど、2年前、RE カフェあったじゃないですか。僕もね、福岡パルコのグールカフェ行って、バカみたいに食った動画上げてるんで見てほしいんですけど、あれね、東京、福岡、名古屋、大阪でやってんのよ、グールカフェ。で、その4箇所に加えて、あともう1箇所、どこでやってると思う？実はね、北海道の札幌でやってんの。ってことはだよ。ってことは、大阪の次、ワンチャン札幌会場での開催の可能性ありますよね。ないかな。いや、俺あると思うんだけどな。ね、ツイッターとか見てても北海道でやってくれって声多いんすよね。うん。まあ、そりゃそうだよな。なんか北海道ってさ、めちゃくちゃでかいからさ、なんかただでさえさ、この北海道の中移動するだけでもすげえ距離なのに、北海道から一番近い石田水天の会場がまた東京っていうのがね、うん、しかもこのコロナ禍だし、なかなか行けない人多いから、もう北海道の民はさ、もう頼むから札幌でやってくれみたいな、そういう人多いと思うんですよね。グールカフェもやってるし、うん、だから北海道でやる可能性高いんじゃないかな、大阪の次って僕は思うんですけどね。あと大阪ね、名古屋でね、グッズ増えたから、大阪でもね、大阪会場でもグッズが増えるかもしれないですよね。名古屋での新ビジュアルのグッズ出て、もうすごい爆速でね、売り切れて、なんか毎日のようにツイッターの石田水天の、公式から、これ売り切れました、もう入荷ありません、みたいな。なんか福岡の時と東京の時ってそんなグッズが売り切れたとかいう、アナウンスなかったと思うんだけどな。もしかしたら名古屋から知らしたのかもしれない。うん。それか本当になんか在庫が尽きたのかもしれないね。うん。あと、超人 X。超人 X の単行本が、まあ今年中に出るっぽいから、多分ね、12月の、今回大阪が12月じゃないですか。だから12月の石田水天で、まあ、グッズ売り場に超人 X の単行本は、並ぶと思う。多分、第一巻ね。まあ、個人的には超人 X の展示やってほしいんだけど、まあ、なかなかね、まあまだ始まったばっかりだし、超人 X の展示はやってくれないかな。でもね、単行本一巻出すタイミングで PV とかいろいろ準備するだろうし、もしかしたら、まあ、グールの展示があって、ジャックジャンの展示があって、一番最後の方にちょろっと超人 X の、まあ、展示があってもいいんじゃないかなとは、思ってみたりもするんですけど、うん。あと、そう、ジャック・ジャンヌで思い出したんですけど、来月発売されるボーカルコレクションとサントラね。うん。これも、石田水天の大阪会場の物販には並ぶと思いますね。
皆さん、予約はしましたか？俺ね、マジで特典どれもらうか悩んで、もう悩んで悩んだ結果ね、結局、アマゾンでもらえるオーラマハベンナに、したんですよ。最初はもうオーラマハベンナ行ったかなと思って、結局悩んで悩んで、オーラマハベンナのレプリカチケットにしましたね。うん、僕、全部の公演の中、新人、夏、秋、冬で、ユニベル公演の中で、冬公演のオーラマハベンナが一番好きなんでね、迷ったけど、まあ答えは最初から出てたかなって感じでしたね。うん。ジャックジャンヌファンの皆さんはどのレプリカチケットにしたんでしょうか？全部のチケットを集めてる方ももしかしたらいるんじゃないですかね。うん。よかったらコメント欄で、教えてくれるとありがたいです。はい。まあ、こんなところかな。うん。石田水天、楽しみですね、大阪。うん。大阪はね、行きます。うん。行きたいと思います。近いし、俺近いし、アクセスもいいんで。ただ、コロナ、うん、毎日毎日東京の方は何千人、神奈川の方も東京より多いとか、最近は言われてますけど、大阪もすごい多いですよね。コロナが冬になればまた爆発的に、増えそうなんでどうかなって感じなんですけど、まあ、今のところ行く予定です。コロナができるだけ抑えられていれば、その頃には僕もワクチン2回、まあ、ワクチン打ってるからって感染しないと関係ないけどね、うん、まあ行きたいとは思っています。はい。大阪会場行かれる方いるんでしょうか？まあ、たくさんいるでしょうね。うん。大阪でやってくれっていう声も多かったし、多分いっぱいいるんだと思います。うん。皆さん、ぜひ、大阪会場、楽しみにしましょう。うん。楽しみにしましょうっておかしいか。まあいいや。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。